源義明は平安時代後期の武士、源義綱の三男。母は大社人等、藤原新民の娘。通称は、美野三郎。天人二年、川内源氏の棟梁であり、いとこでもある、源義忠が暗殺されるという事件が発生した。当初犯人は、美野源氏の源氏げとされたが無実が、判明すると、今度は父、 気候と吉明が犯人と目されて朝廷から剣儀を受けた。現場に残された刀がなぜか吉明のものだったからである。実行犯は吉明の奪おっとであり滝口武者である藤原気方であるとされた。気候はこれに起こり、着難吉弘をはじめとする5人の兄弟たちもこれに抗議の意を込めて不死揃って大見国公が山へ立てこもるという行動を取った。 その際、吉明は、病のため行動を共にできず、藤原紀法邸にこもった。こうして、郊外山に入った一行ではあったが、当領を継いだ、吉忠の甥源み義が、白川院からの追悼命令を受けた上、義公の弟であり真犯人である、源義光がた義の後押しをするに及んで、郊外山攻撃を開始すると義公方は、各所で敗退し、 ついに義公は降伏しようと言い出した。しかし、それに納得できない兄弟らは全員自害し、義公はためよしに投稿した。一方で、藤原紀法廷にこもる義明と木方も白川院の命を受けた、ケビー氏方眼玄十字による攻撃を受け、十字側に204人の死傷者を出させるほどの奮戦を、したが最後は二人とも自害して果てた。ちなみに、義明の刀を持ち出して、 吉光に渡したのは木方であった。ありがとうございます。